参入戦の評価。鎌田2本くらい縦パス入れたな。去年は誰がクリスタルパレス点取ってたんだ。とりあえず鎌田とエデ相性悪いよね。待てたとは良さそう。三笘も遠藤も鎌田も菅原も代表ではベンチ要員でいいプレミアでわかる真の実力。鎌田は守備のポジショニングが下手だから無駄に走り回ってる。オフェンスでもディフェンスでもセンスない奴は走行距離だけやたら多い。鎌田がフリーでボールを持った時に目の前の近距離にいたエデにエデさんお願いしますって感じで出した意味のないパスが一番イラついたわ。パスコースも見つからずに相手がプレスに来るのを恐れたんだろうけど、もうちょっとなんとかしろよと。前にスペースあったらドリブルで上がってほしいけど、鬼プレスにやられて萎縮しちゃってるな。動き直しとかないよな。あとボールすぐに旗くのくせ、なんかボール持って上がる選択とかないんか。それなかまたは守備強度を上げてプレミア仕様にしてきたけど、攻撃の方もプレミア仕様にする必要があるわ。鎌田のヌルヌルドリブルはスペース空いた後半限定。寝る前に聞きたい。鎌田どうよ。ボランチ鎌田の必要性はない。戦術的に何がしたいのか全く見えてこないよな。個人的には漠然とリンクマンやろうとしてんだろうけど。鎌田は攻撃も守備も厳しいはでかいこと言う割に実力が伴ってない。監督いなくなったら使われないわ。あの位置でパス成功率が低すぎる。ここから落ちるキャリアになりそう。今日はユナイテッドのネガトラ良かったし、パレスのつなぎが全体的に良くなかったからしゃあない。もちろん鎌田が単独で打開できれば良かったけど、もともとそういう選手じゃないし。ヘンダーソン覚醒してなかったら前半で試合終わってたな。マジでボランチ鎌田は鎌田である必要がないし、あれならもっと運動量あってからだ強いやつ入れた方がいいだろ。前半それで耐えつつ、後半半ばみたいにエンケティア引っ込めて鎌田を一つ前で使うならわかる。長谷部に操られてただけの男が勘違いした結果だね。